樹海のへそ、デイ9パート9。これで今日でここをなんとかクリアしたいな。ちょ、問題はあのキノコをどうやって攻略するか。先にそっち行くか。あの埋まってる青ピクミンをつぼみとか花にするっていう意味も込めて。これ全員でどう行くのがいいんだろう。なんかオリマーがやられるし、ちょっとチャッピーみたいに全員総攻撃パターンでやってみよう。あとなんとなくここもとりあえず全員花にしといた方がいい気がする。そして蜜が出ない。きたきた、すで、おいいねいいね、結構吸ったよ。よし、いいんじゃない。おお、割と花になった。いいねいいね。お、危ない危ない。さてこいつが総員でいけるんじゃないっていう安易な発想、言ってくれ。お、あ、倒れるんだ。じゃあ頼む頼む、いけ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 、上に上に上に、お、いいぞ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 。あ、やばい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 、嘘でしょ。あ、頼む、倒す倒しきって。やばい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 、これは正直やばいやばい。オリマーが死ぬ、オリマーが死ぬ、オリマーが死ぬ、オリマーが死ぬよ。オリマーが、オリマーが、あ、でもなんとか倒しきった。4匹死んだの、いつの間に。オメガスタビライザー、歪んだ宇宙空間をまっすぐ飛ぶのに欠かせないパーツ。今ヨロヨロなんですね。幾多の宇宙嵐をくぐり抜けてきた。あ、でもまあ割といい方じゃない。あ、このキノコ青で入れたい気がする。いやまあ犠牲としては少なかったんじゃない。ちょっとオリマのダメージが割とあるけど。あ、やばいやばいやばい、カエルが、カエルが、頼む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 、よし、おと、いっそ、おとりこっちだよ。よし、来た来た、よかったよかった。よし、もう大丈夫かな。うおーっと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 、やばい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 、ちょっと待ってちょっと待って、こいつはまずいよ、こいつらはまずいよ、こいつらも倒せ。うわ、やられとるし。ちょっと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 、もう倒すか、倒すしかない。おら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 、あー、ダメだ、ぐちゃぐちゃ、なんだかんだで犠牲が出てる。そんなものは運ばなくていい。で、何？あ、やばい、キノコだけいっちゃったの？やばい、キノコ青がよかったのに。ちょっと待って。ちょっと待って、キノコ。キノコ。あー、待って待って、キノコ青がよかったよー。うわ、しかも。100オーバー、最悪。いやー。しゃあない。俺はもうしょうがない。どうするか。ちょっと待って、はぐれいない？はぐれがいる。いやー、あの、いけるかな？でも多分、え、てか40匹はいるよね。カエルにやられさえしなければ。よし、うん、なんとかはちゃめちゃなキノコ戦も終わり。
オメガスタビライザー、ドルフィン号の尾ひれ、少しボロいが、まだまだ現役。ドルフィン号の修復はまたもや、大きく前進する。この分だと30個すべてのパーツを集めなくても。じゃあ帰ろうぜ、もう。帰ろうぜ。ちょっと、これから新しいステージ怖いんだけど、本当に。よし。お、花になってきたね。いいね。ああ。こんな切れば、40必要なのも、なんとかいけるでしょう。よし、50。おお、ぴったし。いいね。なんとなく花にしていこう、少しぐらい。蜜来いよ。なんで来ないの？来た。よし、割といい感じ。少しだけ葉っぱがいるけど、まあいいんじゃない。てか、なんかめっちゃ敵いる。大丈夫か、こんなので。うわ、このカエルがだるいな。カエル、ちょっともうちょっとこっち来て。ここで堂々と戦おう。いける。危ない、頼む。よし、行った。うわ、なんか死んでる。最後のドンでも死ぬのか。危ない。50かと思った。49、ギリギリ。はあ、やっとこいつを。とりあえず水辺から出して、あとは赤に任せる。あれ、 1?1?1? どこの1だ。いや、ちょっとダメ。こっち見てね。ダメ。やばい。これはやばい。早っ。いやー、きつい。早速、こんだけやられてしまった。てか、1って何この1。どこにいんの？いや、もう赤で。パーツ運んで。40だよね。あ、もういっぱいじゃん。ぴったし。もうちょっといた方がいい。どうしよう、赤と青どっちが増やした方がいい。これで60かな。どうしよっかな。青増やしたいけど、この敵の多さ。まずパーツを運べないのはありえないから。あれ、あった。なんか赤が一番使える気がする、本当に。そして足りないと。あれ58。あ、ここが42。あ、そんなもんか。いやー、きつい。これはきつい。こいつら運ぶのはまず無理だ。あ、でもまだ半日ぐらいあるね。あれ、1匹転ばなかった。あ、危ない。ちまちま増やすか。うわ、頼む。危ない。あれ、一匹ない。
あれ？もうまた行方不明だよ。あれ99。やられた？気づかなかった。ああでもなんとかパーツは全部。宇宙法では普通星に優しいクリーンな宇宙船が義務付けられているのが、どういうこと？お、あ、一応形としてはいいんじゃないか。そして復讐劇。もう今までね散々 やられてきたので、総員で、あ、花が、花が散っちゃったよ。仕返しで仕返し。よっしゃ、いけいけい。危ね。どうするどうする。こいつらも行く？最初にちょっとやって、こう下がって、無理だった。最初にちょっと入りつつの下がって、うわー、オリマがやられた。よし、これでもう全部青に。あ、でも赤58足りなくない？ということで、あー、え、どっから行くの？なんという遠回り。うわ、敵たくさん出てきた。うわー、こいつ倒せないんだけど、強くね？ほら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 。もしかしてここまだ閉まってたりするの？え、こっから直接行けばいいのに。そしてまだ青を運んでるというね。よし、あとはもう青を増やす時間。赤足りる？あ、足りるね。100匹もいれば。よっしゃ、死骸集め。もう1だろうが何だろうが関係ない。あ、でもさすがに適当すぎたかな。5じゃダメだ。お前ダメ。77か。7でギリギリ、あと1匹ぐらい運べますよ。よし、頑張ってね。うわ、まだ嫌がった。あ、でも大丈夫か。あ、なんとか青も量産できていいんじゃないの。よし、100匹超えてればとりあえず安心。そしてまだまだ、これで青も100匹近くいったんじゃないかな。あ、なんかなんだかんだあったけど結果良かった気がするよ。あと何運ぼう。こいつら運ぶか。ちょっとちょっとちょっと、よし、これでいい感じなはず。まさか61を超えるなんてことが。ああ、もう疲れた。疲れた疲れた。もうなんか実況になってない。もう一人で夢中になってた。いろいろ困難ありながら取るか。なんだかんだあったけど9日間
結果としていいんじゃないでしょうか。だいぶ減ったし増えたしあるけど、おお増えた増えた、いいねいいね。願わくば花を増やしたい。無理ない？全員葉っぱっていうのがね、おお、これで青も100匹近くはいったか。72かな。あ、埋まってる。あー、蜜ないかな。蜜、蜜ないか。ないな。72。おお、100匹超えた。嬉しいね。あれ、超えてなかったごめんなさい、足し算ミスもうダメだな。全部帰りました。もうここのステージには用はないです。あー、よかった。あー、なんとか無事、いい感じにいった気がします。なんかね、ピクミン最速クリアで10日ぐらいでクリアしちゃうような人いるっぽいですけど、ちょっと自分10日でこれなんで。でもいいんじゃない、ほぼ初見ということで。12年、長いよ。まあ正確には11年と何ヶ月かでしたけどね。よし、そうなん、9日目、失ったパーツの回収もあと14個となった。果たしてあと21日のうちに回収できるだろうか。中には宇宙飛行には必要のないもん。だからいらないって本当に。また未完成のまま30日を迎えたとしても、一か八か飛び立つしかあるまい。うんうん。ふと息子をドルフィン号に乗せた日のことを思い出した。あいつ偉いはしゃぎようだったな。帰ったらこの探検のことを話してやろう。あいつの驚く顔が目に浮かぶようだ。息子いたんだ。あ、てか妻とか言ってたし、それはいるわな。キーピクミン。平行線だけど他が結構増えて、いや、いいんじゃないの。今日はちょっと今までのね、あれなんていうの、リバウンドじゃなくてごめん、全然単語が出てこない。今までの悪かった分、この9日目でだいぶ取り戻せたんじゃないでしょうか。おお、全部欲しい。やったね。あとこことここか。大水源なあ、ここどうなんだろう。このピクミン勢で臨んで大丈夫。ここの3がどんぐらいで取れんだろう。なんか全部隅っこにあって大変なもんばっかな気がするけど、あと青ピクミンが必要だったりね。そんなんか。どっちから行こうか。なんかね、でもね、ここ行ってるうちにまたピクミンが減る気がする。どっちからがいいんだろう。まぁ、ちょっと大水源見てみたいし、こっち行こうかな。うん、ということで、じゃあ次回は大水源です。あ、一番の山場っぽい。では、ご視聴ありがとうございました。